さあ午後二時を回りました。未来効果ステーション始まります。はいどうも皆さんこんにちは。今回やってまいりました未来効果ステーション。今回は部長の下野がいないので進行二人で進めていこうと思います。ピ、はい、ノです。 です。よろしくお願いいたします。はい、<laughs> 今回部長がいないので、すごいバタバタになりそうですが、バタバタ大丈,夫大丈夫？大丈夫？まあまあなりそうですが、よろしくお願いいたします。でもね。最初に未来効果の今週の今週じゃないね。 前回が台風でできなかったの2週間分の出来事を話していこうと思いますなんかくのくんがすごい喋りたいことあるって喋りたいことがあるわけではないんですが <laughs>、はい、まあ今週1週間 1>、はい、まあ結構自分忙しく学校に出たのがまさかの四日あるうちの 1, 1日だけえあでしたねたで,でしたねまずえー、っとね 30日月曜日10月30日の月曜日にボウリング掛け持ちでやってるので大会がありまして新人戦その大会で朝から朝からボウリングで学校には来たんですが学校の教室には行かずそのままボウリング会場へ行くことになりほぼ授業していないということになりそうなんですよそっかそっかはいでで まあ、その時の結果は、まあ、45人中16位ということで、はい、おお半分以上半分以上であるんですがすまあ点数がいつも以上に上がらなくは<ー>低い方だったんですよねすごいねえこれ何ゲームとかで決めたりするの6ゲームで決めるームで,で、あのー、最後に8人ぐらいの人が決勝トーナメントをやるって感じになってますね はいそうなんだそうなんだよあで1日来た日っていうのは火曜日火曜日31日火曜日31日10月31日ハロウィンでハロウィンの日そうでしたねその日は自分たち演劇部がリハーサルがあってリハーサルありましたね途中途中じゃないですね放課後に6公時にあそっか6公時からもう消える6公時に抜けてそのまま リハーサル会場へ行って夜までちょっと練習やりましたねその後にハロウィン行きましたか行きましたもちろんうらやましいですね三浜のハロウィンにうらやましいですね参加しましたはいなんかもうツイッターですごい見たりしたけれどもう未来なんかすごい人めっちゃたくさんいるって聞いてびっくりしたたくさましたあついでなので途中でメールアドレス読みましょうか読みましょうくのーくんお願いしますえっとはい そのままでそのままでお願いします。七六一アットマーク fmkoz.dot.jp 七六一アットマーク fmkoza.dot.jp です。はい、ツイキャスも更新していますのでコメントとかいろいろお待ちしております。よろしくお願いいたします。待ってます。はい、じゃあまた続きの話に戻りますか。はい、でまあそうですね三十一日がリハーサルということで十一月の一日二日三日が演劇の大会があったんですよ。 自分たちは一日目のラスト大取りを <laughs> やらせていただきました。一 <laughs> 日目の大取りってすごいやばいんですよね <laughs>。緊張するんですよね、<laughs> 本当。まあそれでどっちもどっちもじゃないね。こっちは二回目の役者で、くの、ね、がくのが二回目の役者。ね、自分が初めてで、そして最後の役者 <laughs>。そ,そうそう。あの <laughs> 最初で最後の役者になりますね。ピノさんは。 はあ、もうすごかったねあれ絶対みんな見に来るべきだと思う、うん、<laughs> もうな泣きあり<う>涙あり笑いあり笑いあり涙ありり涙もう何なんだこいつやって逆にか感情を入れてしまうことがたもう終わった後にもうなんか自己紹介とかそんな時になったらあれえこんな性格してんのって全然違うやんとか思ったりすることがあって。そうそうそうもう やってる役ともその人本人の性格はあれ全く違うじゃんみたいな感じのが多いんだよねやっ,やっぱりすごいなって思いました本当にえっ、ー、と <laughs> 2週間そっか今の話したのは1週間出来事じゃない1週間だね台風台風大丈夫でした家全然普通にあ,あどうでしたか自分通気,通気口の方から風が来てたので雨が入ってきて家の中にはい水浸しになるっていう <laughs> 事件が起きまししたたね大変でした自分だと弟がいるんですが、はい、その弟がまさかの台風の日に台風の日に人の家に遊びに行くという失態を犯しましてなん,なんだとなんだとすごいなすごいなそうあのもうみんな止めたんですよ、うん、その状態で何で遊びに行くのみたいな感じになって結局停電して 帰ってきました。停電 <laughs>、うん、して帰ってきました。<laughs> 帰ってきたんだ。<laughs> 相手あの相手の家が停電して<ー>それで帰ってくることになったみたいな感じでした。なるほどね。そっか。そうなんですよ。<laughs> はい。えっとじゃ五 <laughs> 分しか経ってないね。そういえばはいそういえば。はい 大会の時に審査員が言ったセリフが言った言葉があって演劇での大会で自分たらの大会で言った言葉があってねはいああそうですね予想してたのと全く違うのがきてちょっと笑ってしまうというそう久野んの役割がヘタレなんですよ役がヘタレチャラをヘタレチャラオではございません見た目がこのもうどっからどう見ても見た目はイケメンなんですよ こんなイケメンを君たちはすごい使い方したねってもうイケメンの無駄遣いってその後に言われた言葉が資源の無駄遣いだともう笑うしかないですよね <laughs> 資源の無駄遣いイケメンの無駄遣いはもう言われる覚悟で言ってたんですよ <laughs> なのにまさかのイケメンの,の,の無駄遣いって言った後資源の無駄遣い,駄遣い <laughs> もうどっとそれ来るか会場から笑いが起こってもう客席からもね自分も舞台に立っているのにずっと笑ってしま <laughs> って それでその審査員が言ったセリフで自分についたあだ名が「イケメンの無駄遣い」なんですよ「C 言界イケメンの無駄遣い」っていうのが終わった後からずっと役名が呼ばれることなくずっとそのあだ名だけが呼ばれるていう交流会でもすごい楽しかったですね楽しかったですね本当男子軍がすごい大人気。 いや本当自,分自分はあそこまでだと思ってたんですけど他人からすると結構イケメンじゃないですか自分 <laughs> 自分で言っちゃうやん自分で言っちゃうあたりも残念だなって思うよ残念なイケメンって言われてるからいいよ <laughs> <laughs> であのね他にも男子3人、うん、役者で出たじゃないですか自分入れてさ出たねえー、っと先生役ヘタレ役ヘタレちゃらおとこの先生とオタク先生役とオタク先生と。 主人公普通の主人公のはずだった普通の主人公 <laughs> 3人男子3人いてみんなイケメンという,そうあれでなってねおかしい <laughs> ここを無駄遣いしてしまって「ごめんなさい」って言いたくなるぐらいの無駄遣いっぷりそうそうそうどうしてこんなにイケメンが集まってんだよ <laughs> こんそんな使い方したんだっていう資源の無駄遣いっていう <laughs> どうしてこんなメンバー集まったのって聞かれるっていうねそう 奇跡のメンバーとやりましたよね。言われましたね。<laughs> 奇跡のメンバーの一員になったことが嬉しいです。はい。うん。<ほー> <laughs> はい。ではここで一度曲の方に行きたいと思います。はい、お願いいたします。 はいでは未来国家ステーション中半中半戦に参ります、はい、メールアドレスはいまず最初にメールアドレスを自分が次読みますかはい、はい、じゃあメールアドレス読みます七六一アットマーク FM こざ .jp 七六一アットマーク FMKOZA.jp ですたくさんのメールお待ちしておりますツイキャスも開いています 開いておりますのでそちらもよろしくお願いいたしますお願いしますはいはいでは中半戦中半戦静劇で今回静劇を二人で二人でやりますか 2> 2 <laughs> えーっとですねまあ登場キャラ登場キャラの性別ははい男を一人男が一人,女,人女が一人はい二人なんでああよかったなんかハテナ一人とか出てきたらどうしようと思った <laughs> 大丈夫です えーっと、まあ概要説明の方は前線基地ではなんだこれ敵国の戦闘機をあの追撃する任務を任されていたいや勘違いして <laughs> 読もうかな <laughs> 読もうかなえっと もう一回見ます。前線基地では敵国の戦闘機を追撃する任務を任されていた司令官のシャルルは生まれてもって高い思考能力を持つロナ,ロナンバルドという人々からは不公平とさげすまれていました、まあ、ある時きされなく部下のルイへ打ち明けるこのことをシャルルの思ったことは何でしょうというあらすじになっておりますね。はい。 はいでは漢字頑張ってくださいい,いや漢字弱者で本当申し訳ないじゃあセリフ読んで意外とですねじゃあスタートのやつで「ペン」を押しますから、はい、ペ,ンペンっていうかあのチンベルをそうそうそうじゃあどっちから始めますかあ始まりはシャルルなんでたわた私シャルルで、はい、あなたがるいで自分がるいになりますねはいじゃあじゃあ用意スタート よーし、絶好の光線見日和だな何物騒なこと言ってるんですか空が青い、ルイ、上に行こうか、シャルル司令官、仕事してください、仕事ってえっと、戦況の報告書や、 通信兵に対する変身や、激、なやばい、あ、通信、部下たちに、えー、っと、<laughs> やばい、うん、本当、漢字読めねえわ、バズ <laughs> <laughs> <ざ>った <laughs>。 激励部下たちに、えー、と式公用のため,にための激励やねぎらいの言葉などあーあんな紙っきの紙っ切れ何の役に立つの紙っきれって伝えることに意味があるんですよ勝つか負けるかって話でしょ そんな人まで、そんなの人まで責められれば負けんてんだし、来なければ勝ってるのって、察しろ。どんだけアバウトなんですか。で、ねぎらいの言葉などだっけええ、まあ、上司の励ましって嬉しいものですからね。<laughs> いつもご苦労様。なんだって棒読みなんですか。 はい、言ったよーこれで満足ちょバカにしてん、ね、してんですか言葉だけじゃ足りないのそうじゃなくてなれなれーはいいつもご苦労さま僕は子供ですかうん嬉しくないのかなーなれなれは <laughs> ってもう恥ずかしいからやめてください引き上がった上上ががるるわわけ、上がるわけ。 上がりましたよ大丈夫 OK ですがこの兵士の一人一人にやる,やるつもりですか何違うことしたいの誤解するようなことを言わないでくださいえ何考えたのちょどんだけドン引きしてるあそそこだけドン引きしないでくださいようわ 何ですかその目は視線が痛いのですその目はやめてください穴が開きそうですまあまあいいや上に行こうよちょお待ちください被爆したらどうするんですかね<爆><ん>こっち<は>屋,上屋上の飛行場に入りましたえっとシャルル司令官 もう少し移動行動を慎んでください敵が来たら物陰に隠れてればいいよ戦闘機が爆破するでしょうがレイはうるさいな <laughs> 嫌われても言いますよあなたは我々の上司なんですからよっこらせーシャルル司令官 それが綺麗だわーその空から、えー、敵機が来たらどうするんですかるが追撃してくれるよ他人任せですか何ですか僕の僕の目からビームが出ると言うんですかえビーム出んの出ませんよ残念残念なのは頭だけにしてくださいえた。 もしかしかかてお怒りですうん <laughs> ちょっとね僕はいつ敵が現れるかるい私ってはおかしい思考がですかあやっぱりおかしいと思うよね青木瞳のロナンバルドその尖った耳のことですかかし 賢き少数民族ロナンバルドの特徴でこの地域にいるのだ,ども,いるのだもの僕はいいと思いますよ民族関係ないですきっと部下たちの中でも面白くないと思っているものがいると思う思いたいやつは思わせればいいですよそんなことを気にしないしている人人間は器の小さいやつなんですからでも そそれこそまさしく空を眺めて自分にちっぽけさを感じてください、うん、空この広い空を眺めているとどれだけ自分が小さいものなのかそんなシャルル司令官を見て太陽や月が笑いますよ <laughs> これは何て読むのかな,な君はどうしてこんなに狭いとこに住んでるんだい あ、カエル君かカエル君よカエル君君はどうしてこんなに狭いとこに住んでるんだい<れ>何を言ってるんだいカメ君僕の家はこんなに広いよこんなに素敵きな家はここのほかにないよへい。僕の住んでいるところの方が数百倍広いよ大会だけど大会だってそうだともう上には 上には青い青いどこまでも続く空にその下に青々と広がる海僕はこんな狭いところじゃ暮らせないよここが狭いだって今度は遊びにおいでお邪魔したね大会かどんな素敵なところなんだろう 世界知らずのカメですが世間知らず <laughs> 世間知らずのカメでカエルですが井の中の蛙、大会知らず井戸の中に住むカエルくんは井戸より広い世界を知らないんだそして大会を聞いてそれに憧れた何かの書物に書かれていましたねさらに空の深さを知る空の深さ井戸の上を眺めるとそこには空が広がり 空の広さは知っていたそれは手の届かないところだと思うあれそんなのあるんですか世間知らずではあるが自由だけは知っていたというお話へえ<ー>まあ何でもいいや空見ているとどうでもよくなったその調子ですシャルル司令官が「息沈没」「息息沈没」「息沈没」「没没してますな」 してますと我々ま,ま,でまでしょぼんとしますからねリイ<が>も元気になるのを手伝ってよはあうわっシャルル司令官避けてくださいほうその喧嘩か勝ったコホン全軍に次ぐ敵国録の追撃,撃あ敵国録の襲撃追撃する 総員配置につけ戦闘開始ですね。全軍突撃という内容でしたね、はい、漢字頑張ろう。<laughs> いや漢字じゃちゃです、<laughs> 申し訳ないあ。まあ、終了ということで、じゃあ、読みますか。はいあそうですね、ツイキャスにもたくさんののコメントが来てますので、のでじゃあ、くのくんお願いいたします。 ルドルフ2006でさんえっ、ー、とはいサイこんにちはんこんにちはん <laughs> うん未来効果の皆さん今日も楽しくはいはい部長さんはお休みですねそうですね部長さんは今日っていうかもうそろそろ来なくなるかなって感じだったかなまあそれもあれば今日は別の用事があるって言ってたので,そ,、まあ、でそれもあれば <laughs> えっと同じくルドルフさん イケメンの無駄遣いいいですね先ほどの演劇の時に話してたものですね、はい、くのくんがイケメンの無駄遣い資源の無駄遣いということでとってもいいですね <laughs> 本当にいやそのままですからねそしてこれは私へのメッセージですね、はい、ルドルフ二千六6でしたメガネはまだ見つかってないのピノちゃんえっとそうですねもう見つかりません、はい、今はコンタクトで頑張っております そしてエンソさん手助け中ですよはい、はい、今日はエンソさんが助けてくれてます本当にありがたいですありがとうございますでえっ、ー、と部長さん聞いてるかなんうんどうだろうねどうだろう <laughs> 聞いてるかもしれないし、はい、聞いてないかもしれないまあということで,、はい、でまあ部長さんが聞いていても聞いていなくても、まあ、頑張っていきましょう皆さんにお届けいたします、はい 同じくルドルフ20206ですさん、おつ,おつです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はいじゃあもう二人とも漢字を頑張ろう。漢字、はい、頑張ろう。<laughs> いやね本当。<laughs> もう初めての二人での今の声劇まあどうどうでしたかって聞くのもおかしいですが <laughs>、<laughs> <laughs> まあもしまたやるならもっと頑張って <laughs> そうやっていこうと思います。漢字をもっと本当に覚えなきゃな。<laughs> はい。 じゃあ続いて曲にま参りましょう。 はい、では、未来効果ステーション後半戦まいりま,すります、はい、す<あ>。じゃあまず最初にメールアドレスを最後にまた、まくのくん、お願いいたします。えっと、761アットマーク、f m k o s a j p 761アットマーク、FMKOZA.jp です。ので たくさんのコメント、メールお待ちしております。はい、待っています。よろしくお願いいたします。はい、じゃあもう背景でも流れている、はい、今回はリゼロから始める異世界生活という、はい、アニメのお話をさせていただきたいと思います。しましょう。はい、じゃあ、まあね、じゃあ自分からやめますね。はい、お願いします。じゃあリゼロから始める異世界生活は長月達兵による日本のライトノベル。 イラストは大塚信一郎が対担当しています、はい、公式略称はリゼロはいですねこれはもうすごい、ね、物語 <laughs>、ね、じゃあまず最初にあらすじをお願いいたしてもよろしいですかえっ、ー、とあらすじはこっちこの行ではいこの行で突然異世界 転送され自分の死亡とともに時間を巻き戻す能力だけを得た無力な少年の運命に逆らう,、えー、う,運,命らう運命に抗う封筒ぶりう封筒ぶりを描くストーリーとなっておりますね、まあ、詳しくは載っていないのですが、はい、あここで有名な言葉としては「死に戻り」ね 何回も死んで何回も1から始めるゼロから始めるっていう物、あのー、語のように、ね、まあ基本はその死んだところを超えるとその戻る時間がその超えたところにセーブされるような感じになりますねああそっかセーブされていくのかはあ、い、でまあでえっ、ー、とまあキャラ紹介いく 一人ちょっとだけ話しますねじゃあ第1章の方コンビニ帰りに突如異世界に召喚された引きこもりの高校生少年夏木ルは早々の命と危機に見舞われる、うん、その窮地を救ってくれた猫型精霊パックをお供に連れているハーフエルフの銀髪美少女エミリアに恩返しをするためスバルは彼女の物探しに協力をするプルトという名の少女に奪われたという 美少の手がかりをつかめたと思った矢先、二2人は暗闇の中で何者かに襲撃され命を落としてしまう根を覚ましたスバルは召喚された時点に戻っていたそれから何度か死を繰り返すうちスバルは自分がこの世界である能力を得たことを知るその能力は自身の死により時間を巻き戻して記憶を引き継げるタイムリープ能力死に戻りだったのだ まあその後にいろいろまた死んだり生きたり死んだり生きたりを繰り返すという感じになっておりますねす10回近く今、はい、10回以上死んでいるかなアニメだと10回ちょい,ぐらいだ、ね、まあ死ん<か>亡くなってしまってまた死に戻り最初からその場所からスタートするっていう感じになっているアニメですね、はい、じゃあまあキャラ紹介をお願いいたしますまあ キャラ紹介いきますね。はい、えっと。主人公。主人公、夏つきすばる。はい。これは名前とかやな。名前以外にも。ちょっと読んでほんと。こっちまで、こっちまで読んでほしいかな。オッケー本作の主人公、四月一日生まれ。黒髪、あ、黒の短髪。平凡な。顔立ち。特別、長身長。長身ではないが。筋肉質が。 のがっちりした体型の持ち主である少年足は一般的な日本人よりも速く目つきの悪さが特徴である,であるかっこよくない,いマンティーえーと、で、えっ、ー、と、次がどうだまあ、年齢は17歳 父と母の3人家族、学校へは登校せずに好きなだけ寝て遊ぶっていう生活を送っていた座右のメイは、やるかやらないか迷ったらやらない、<laughs> いわゆるう二に病の傾向があり、神話や星の名前なのにとても詳しい、中学時代、剣道部に所属していたこともあり、町のチンピラ3人にす手で喧嘩に勝つ程度のど度胸とデップ氏はあるものの、際立った身体的な特徴などはない。 急き読まないふざけた態度で人の神経を逆なでする性格で異世界召喚以前は周囲から孤立していたが情に熱く大事な人たちを守るため茨の道を突き進む諦めの悪い性格も持っておりますじゃあもう一人もう一人っていうか次のはい次の方をパトラッシュえーとパ,なだっけパトラッシュよりこっちの方がいいかなパトラッシュいかない、えー、とパトラッシュもあるんですがえーとエミリア からいきますね、本作のヒロイン9月23日生まれ人間とエルフの間に生まれたハーフエルフで金色の長い髪にえっ、ー、と紅濃な何だっけこれどこどこどこえっとまあ紫がかった瞳を持つシコン,シコン,シコンえっ、ー、と の瞳を持つえっ、ー、とこれはなんだ美貌の少女えっ、ー、と火のまな火のまなを司るえっ、ー、と大精霊パックと契約し低温の、えー、と熱量による氷結銃の魔法を好んで使う他の 微精霊とも契約関係,が関係にあり 4K 銃の魔法ならずならいずれも浅く使いこなせる精霊術師ですねはいえとじゃあその子の使い精霊<ー>使い魔であるパックについてじゃあパックは小さな灰色の体毛の猫の姿をしている エミリアの契約精霊魔法の威力は絶大で攻めたり守ったり、まあ、そんなことも全部揃っているものです火をつかさどる大精霊で熱量を奪うことにより表形灯の魔法を使うおっとりした性格でかなりのマイペースエミリアの保護者として振る舞い常に行動を共にしているその親しみやすさとは裏腹にエミリアのことを絶対視しているため彼女以外のものに対しては 手心を加えず、その気持ちもあまり、あまりなん,なんとも、<laughs> あまり踏まない、踏まない、あまり踏まない、あまり踏まない。エミリアが死亡するか、それに等しい状態になれば、彼女との契約に従い、終焉の獣として、剣術、剣限し、世界を凍らせて滅ぼそうとする。 まあ、超強いです、ね、強いですすねね次はロズワール名前で、えー、とロズワール、エル・メイザースという、あのー、人ですね、えーと。それとあとベアトリス。ラムとレムがいます。 えーとこちらラムとレムは双子で、ラムの方の紹介しますね。桃色の髪の毛をしているロズワール邸のメイドの少女、双子のレムの姉であり、2月2日生まれ17歳、一人称はラム。 でもう一人、この姉姉で、妹妹のレム。妹のレム。レム,ですね、レムは青い髪の毛のロズワールデーのメイドの少女、双子のラムの妹。2月2日生まれ、17歳。一人称はレム。2人ともレムといい、ラムといい。うん、<laughs> で、まだそ,こその他にも、夫スウエンだったり、ペトラ・レイテ、村長若返りババア。<laughs> な、まあ、などなど本当にいろんな主人公が主人公でなくていろんな人がたくさん出てくるアニメになっていますねサブキャラなどもいますし、うん、メインキャラも豊富でこのアニメ見てる人から話を聞くともうすっ泣けすすごい泣けるって聞かれてて。 一応もう自分も3話ぐらいまでほとんどのように3話ぐらいまでしか見てないないやあのー、<laughs> アニメで3話切りはやめてもらえます三 <laughs> 3話切りはやってはいけないものなんでぐらいまで見たんですけど結構結構心にくる本当にあれ見た方がいいなって思ってます絵は誰が描いてたりするのかな このアニメ。絵を描いている人か。かあ、イラストは大塚信一郎さんか。そうですね。二期も始まってる、終わった。二期。始まるか、始まってるかあ。今からなのか。あ、二期っていうより、あれかな。あ、二期じゃない、えっ、ー、とね。O. V. A. だっけ。う <laughs> ん、うん。二 <laughs> 期ではなく、あのね。二期の前に。うん。 アニメがあるんだ1期をやってその次にゼ0から始まる異世界生活 OVA っていうやつがあるんだよねほ<う>先にそれをやって2期があるんじゃないかと思います、はいまあ、というアニメの紹介になっております、うん、皆さんもぜひ見てみてくださいねじゃあちょっと一旦アニメの話は終了いたします で今度は <laughs> はいじゃあ最後あたりにちょっと自分たちの知り合いがや,やるイベントについてちょっとお話させていただきたいなと思っております、はい、じゃあイベントの名前告げますかは <laughs> はいいじゃあ、はい えーと沖縄ゲート通りでやるんですがあの沖,沖縄国際カーニバルっていうイベントがありましてそのイベントでオタクフェス <laughs> そうですね11月の25日、26日に沖縄国際カーニバルと同じ会場の本当に近くでオタクフェスタがか <laughs> みましたオタ,オタクフェスをやる予定です。じゃあはい お願いいいたします <laughs> はいじゃあ、オタクフェス in 沖縄とは国際カーニバルに合わせてコスプレ、アニソン、テクノロジーを含めたオタクコンテンツのイベントを行います。会場は沖縄市ミュージックタウン音市場周辺、開催日程11月の25日11時,に11時から21時まで、26日は11時,11時から20時まで。 ということになってますね。午前十一時から、基本は八、午後八時、午後九時まで,です、ね。でもうアニラブが、プロデュースする、はい、アニソン好きに送るアニソンのステージがあったり。おたげが、開催されたり。そうそうそう。あと、この V. R. の世界の歩き方を。説明するところもあったりしますね。<laughs> すごい I. T. 関係のことがやったりする。 でまあその他にも来て、撮って、食べて、散歩して、遊ぶ地域参加コスプレイベント、コスプレピクニックっていうのもやったりします。はい、それは2日とも同様で10時から20時までコスプレ開催、でまあ写真の登録,登録も不,可であ不要、でコスプレの登,録の登録も不要となっていて結構自由に参加できるものになっておりますね、うんでえー、とこちらはあれですね、あの通常、 開催日程より1時間早く、はい、開催します通常は11時からなんですが、はい、こちらのコスプレの方は10時からになっておりますうんふんふんそうですねまあ僕らもこのコスプレの方には参加しますよ、ねはいうん、それは言わないです <laughs> <laughs> そうですね、なんか外人の方とかも結構参加されるみたいですし、また国際カーニバル、もともと人がとっても多くて賑やかなイベントなので、もっと賑やかになるのではないかなと思いますね。では、ままあ、私の知り合いの方,方、大人の方なんですが、その人たちが主催しているイベントですので、ぜひお越しください。はい、でもう一つ宣伝よろしいいいでですか今今、はいはい、今週、今週今今月月いい月の11月11日、12日に 未来紅歌紅歌祭が開催されます。はい、まあこの紅歌祭もう地域の方々にとても人気のあるお祭りと称していいのかわからないのですがそうなんですけれども、まあ、いろんな蚊でこの自分たちが今までやってきたことを見せる場所、うん、もうどんどん <laughs> じゃんじゃん自分たちの実力を見せていくぜっていうお祭りですね。なもうかなりりとても学よすごく 盛り上がるらしいので,でそれにまあいろんな食べ物だったり機械化とかだったら自分たちでなんかやったりいろいろやってるらしいので CD 化もコンピューターデザイン化も自分たちでデザインしていろんなものを売ったりしていくのでどうぞ皆さんお越しくださいませじゃあ宣伝が終わったところでそろそろ最後のこの感想に感想了解参いって まい、参ろうかなと思っております。まうはい、もう二、二三分ぐらい話しいいよ。二三分か。<laughs> まあ、はい。<laughs> まず、えっ、ー、と、今週の一週間の話なんですが。はい。自分も演劇やってて、まあ。はい、今回、まだ。一年目の演劇ですが。うん,うん。うん。結構面白くやって、できたし。うん。まあ。 今回の高校祭の方で、うん、引退になる3年生の皆さんと一緒に1年す一緒に演劇部として過ごしていけて、うん、あのとても嬉しく楽しくできたって思ってて <laughs> そしてあの、まあ、これからもあの時間が合えばとかがあれば、はい、一緒にまた声劇演劇など 一緒に楽しめたらいいいなっていうのはあります、ね、で、えーとまあ今回のラジオでも部長も今回いなかったんですが2人でやってこれからも今度から自分だけになる可能性もありますがそのままこのラジオ続けていきたいと思ってます。<ー>はい じゃあありがとうございましたあじゃ次で自分の感想ですね <laughs> えっとまあそうですねえっと今回のラジオに関しての感想から始めようと思います今回のラジオまあ部長がいないわけですがまたもう一回まあまたちょいちょい来ると思いますのでその時には出れるといいなって <laughs> まあ学生のうちに <laughs> 出れるといいなと思っていますでまあ1年生とかも演劇部の1年生とかもじゃんじゃん連れてきちゃってもう もっともっと盛り上がっていく未来効果ステーションにし,いし,て,していただけるととてもありがたいです <laughs> で自分も3年生になってからこのラジオをやってるちょっと途中から途中参加ですね途中参加なんですけれどもそれでもやっぱり盛り上がったりこのなんかどっち究極選択っていうイベントだったり。 そんんなこことといいろろやっってとても楽しかったでですこれが最後ではありませんよちょっと話長くしちゃってますがこれが最後ではありませんので <laughs> 皆ささんこれからも来てくださいね <laughs>、はい、では演劇のことに関しましてはもう今回が私は初舞台で最後の舞台役者で出ましたがもう1年生から出ればよかったっていう後悔 <laughs> もありながら、まあ、大学入ってももしできるなら演劇とか声劇続けていこうと思っています。 ということで、はい、そろそろう終わりにしますか,ま,すかまた来週も、はい、また来週も、はい、やりますのでその時には1年生連れてこれるといいね。ということでですので <laughs> では今回も「未来効果ステーション」を聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました今回話しましたのはピノとクノです。はい ありがとうございました。ありがとうございました。